はい、えー、今回はですね、ミーアイのお疲れ様動画が公開されたということで、それについて話していきたいなと思います。いやーもうこの動画… この動画はもう Mii が公開したコンテンツの中でもう最高でした。もう、まず画質が良かったっていうのと、内容も濃かったですし、尺も20分というね、なんかすごい良かった。うん、そしてこうスタイリングも良かったし、編集もこう素晴らしかった。うん、そうですね。そしてまあこの、ね。 まあ、笠原桃奈のこのね、トーク回しも上手だったんですけども、この中身のエピソードトーク、これがまた面白かったなと思いました。いやーね、最近このね、ミーアイが、 コンテンツ動画をいろいろ出したと思うんですけど、正直ちょっと心配だったんですよ。もう画質といい、スタイリングといい、おい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 大丈夫かと思っていたんですけれども、このコンテンツはですね、もう他の K-POP アイドルに負けない、いや、それ以上の コンテンツ動画でですね、いやー素晴らしかったです。ありがとうございます。ラポネエンターテインメントさすがですね。やりますね。はい。ということでですね、まあこの動画は何だったかというのはですね、あの、まずこのオーディション期間があって、 そして終わったらすぐ韓国に飛んでで韓国で今自国の韓国合宿をまあ多分2週間とか3週間とかそれくらいしたんでしょうね。であのー、それでこうやっとこの皆さん戦う戦士だったわけなんですけども戦ってたんですけどようやくこう一息して休暇。 ししましたと、はあ、そしてその休暇明けでこう再びこう集合したというね動画だと思うんですけどもいやーよかったですねもう皆さんこうね何だろう久しぶりの長期休暇ということで本当にこう皆さん穏やかな顔になってましたね。はいなおかつ穏やかですけどもこうなんか何でしょうね自信というか何かが生まれたのか皆さんこう。 芸能人というかこうねそういう表情になっていたように思えましたうんでさっきも言ったんですけどまずまずこの笠原桃モ奈のこのトーク回し MC がうますぎますねうんいやうますぎますいやもう議長議長って言っていいんじゃないですかリーダーなまあリーダーを早く決めろよって話なんですけど、うん、ラポネエンターテインメントさんお願いしますね リーダーダを早くく決めてください我々はこのリーダー決めの動画とメンバーカラーの決める動画早くメンバーカラーとリーダーを我々は知りたいんですよ。うんただまあこれも笠原桃奈がリーダーっていうことなんですかリーダーでいいと思うんですけどうんもう事実情の最高実,実力者というかまあそのリーダーですよね。 うんただ私は笠原桃ナのことをこうリーダーというか、えー、議長という呼び方をしたいですこうメンバーの,この話をこう、ね、聞いて集約してこうまとめるという,こう議長というポジションで、ね、あの <laughs> 日本のアイドル初リーダーというのが議長というね、うんまあいやまあ、とりあえず早くリーダー決め動画次あたりお願いします。 次の動画来るのかなリーナ姫、うん。ということでですねまあこうねメンバーのエピソードトークがすごい面白かったわけなんですけれどもやっぱり、えー、皆さんメンバーが、えー、長期休暇をもらえて、えー、何をしたかっていうとやっぱ多くの人がやはりこのお家に帰って。 あの好きなものお寿司とか焼肉とか食べて好きなだけ寝るっていうことをやっぱねしたんだなって思いましたまあそうですよねでこの動画ね石ランは大変そうでしたね石ランはこうね やっぱり、何ですか、やっぱこう、まあ、おめでたいんですけど、こういとことかの子供がわーって来るっていう、あそのそれはこう、休みたいのにちょっと大変かなと思いましたけども、あの、石井蘭っていうのはこう、ね、こう、バキバキのダンスとは裏腹に、こう、すごい母性あふれる人なんですね。なので、こう、いとことかね、子供たちが、よしよしって可愛がる感じ、なんかこう、面倒見がいい感じがしますし、この、 ね、こ身以外でもやっぱこのねハラ・海老原つづみとか清水恵子のあのわちゃわちゃ組をこうなだめるこう幼稚園の先生キャラなんだなって思いましたうんいいですね石井蘭優しいみんなの面倒を見てくれる石井蘭ですねそしてこの桜井美桜桜井美桜はやっぱこの免許更新に行ったっていうなんかこう手堅い感じがします手堅い感じがうん免許更新ってあれすごい すごいだるいですからね、あれもう、本当に、あれ休日半分使うでしょあれ、あれできれば行きたくない用事なんですけども、行かないとやっぱ失効しちゃうので、うーん <laughs> でまあ、いや、そんなことはいいんですけど、とりあえず、この免許更新に行ったっていうのが、このなんか手堅い感じまあ、行かないといけないんでしょうけど、うん。そしてね、桜井美優、なんかこう、笑顔が増えて素敵ですね。なんか本当にこう、ね、虹プロとかガルプラの時と比べて、こう、すごい桜井美優ちゃんのね、笑顔が増えて素敵だなと思いました。はい。そして、この三重と岡山のこの二人、この二人はなんと学校に行ったと。いやー、学校に行くそりゃ、 大変でしょう。岡山と三重県の田舎から来たんやったら、もう大スターでしょうね。泣いてる人も大勢いたっていう、そりゃもう大スターですよね、これね。うん。そして、この、あと、笠原桃奈は、えー、ちょっと自分初めて知ったんですけども、やはり、えー、三姉妹の長女なんですね。いや、しっかりしてると思いました。うん、やっぱ笠原桃奈ね、三姉妹の長女ということでしっかりしてるなと。うーん、なるほどという感じでした。 あとですね、あの、加藤心のお父さん、なんかいいパパっぽい感じしましたね。あとなんかダンディーな結構かっこいいお父さんな感じしました。だって、え、加藤心と一緒にゲームセンターに行ってクレーンゲームをしたんですね、休みの日。いや、これは結構。 かかかっっここいいいいいパパででいいお父さんなんななじゃないですかしかもやっぱ23歳ぐらいの娘と2人でーゲームセンターに行くもんなのかなってそしてそれから帰ってきたら家にはこう花束があったっていうロマンチストなパパ。 イケイケですね。加藤心のパパ。なんかイメージついてきません、ね、なんかかっこよくてなんかこう、ね、ダンディな感じがします。そしてまたここね、あのー、石井蘭がね、あ、パパ、花束なんだっていうなんかこう、そのセリフがなんか石井蘭、あ、なんかこうね、いい奥さんにもなれそうですし、いいお母さんにもなれそうだなって石井蘭思いましたね。うん。なんかこう、ダンスキャラでもっとこうね、 LDH 出身で、こう、エグザイル系で、こう、バキバキかなと思いきや、なんか石井蘭ってすごい、なんていうかな、やはり、こう、いい奥さんにもなれるし、いいお母さんにもなれるような、なんか、そういう姿が見れて、なんかダンスとのギャップがあっていいなと思いました。はい。っていうことですね。で、そしてその後ね、オーディション合宿はね、やっぱ辛かったんですよね、やっぱね。ああ。 なんかそう、で、やっぱり今、やっと一息ね、つけたという感じで、こう、メンバーの顔がこう、穏やかになってね、うん、こう、ちょっと戦う戦士から、こう、一人のなんかこう、女の子に戻ったみたいな感じなんですね。ただただ、えこれからですね、戦いが続くわけですし、私はこのミーアイという人たちを、本当に、 ファイター戦う選手たちだと思うし肝が据わった人たちだと思うので必ず日本のトップを目指せると思っておりますということでねこれからねミーアイのコンテンツいろいろ期待しております早くリーダー決めの動画出してくださいメンバーから出してください、えー、そしていつ公開されるか知りませんけどこの動画の後編を、えー、楽しみにしております終わりです